こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画では夏の大人のデニムコーデベスト3というテーマで 皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。皆さんもですね、結構デニムを履く方って少なくないかなと思うんですね。まさに大人の男性の定番のボトムスなので、きっと皆さんもよく履いてるかなと思うんですが、このデニムを使いながら夏にですね、どんなコーディネートをしたらいいのか、そのあたりをですね、今日の動画で皆さんにお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身はですね、そこまでデニムを履くことは正直多くはないんですけども、まあこういった ものというのは定番的で特にですね30代後半から40代以降の方は結構ですねデニムを軸にカジュアルを組む方も少なくないかなと思うので、まあ、今回の動画のネタをですね参考にしながら皆さんなりにアレンジをしてデニムのスタイル夏も楽しんでいただければなというふうに思っています、まあ、今回使うデニムをですねちょっと紹介したいなと思うんですが ちょっとですね、先ほどもお伝えした通り、僕はデニムあんまり履かないので、今手元にあるのはこのデニムだけなんですね。あの、ブルーデニムではなくてですね、ちょっとグレー系のデニムになっていまして、こちらはレッドカードと呼ばれるブランドのものなんですが、こちらをベースに今日は着こなしをですね、ご紹介したいなと思ってます。まあ、僕が持ってるものはグレーなんですが、これはブルージーンズでも特に問題なく合わせられるようにですね、コーディネートこれからご紹介したいなと思ってますので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいと思います。 いいければなという,ふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業をですねなるべく分かりやすく解説をしていますもう少し中級者以降のですねアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています、まあ、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っておりますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、デニムに着替えてみました。どうでしょうかまあ、ここからはですね、具体的なコーディネートを提案してみたいなと思ってるんですが、 まず一つ目はですね、上にですね、このような半袖ニットを着たようなコーディネートになっています。一番下に着てるのは白の T シャツですね。これはほとんど見えないんですけども、少し襟元から覗くようにしてあげると明るい雰囲気が取り入れやすいかなというふうに思っています。まあ、できればですね、下から出してあげた方がさらにいいんですけども、結構ですね、動いてると下の出てる T シャツって隠れてしまったやつので、まあ、上だけでも覗いてる状態があれば僕は良しかなというふうに 思っていますそしてその上にはですね、このような半袖ニットですね。これがね、結構使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあデニムというものが結構カジュアルなので、上半身はやや綺麗めに振った方がバランスが整いやすいかなというふうに思っています。そしてデニムもちょっとお見せしたいなと思うので、 こう椅子の上に登ってみたいなというふうに思うんですが、まあ先ほどご紹介したレッドカードのグレー系のデニムなんですけども、まあレッドカードのデニムというのはですね、結構細身なんですね。まあデニムもいろんなシルエットのものがあるんですが、大人世代が履くのであれば、やはりですね、ピチピチに細いのはちょっとやりすぎかなと思うんですが、まあ適度にフィット感があるような、こういったデニムがですね、すごく使いやすいかなというふうに思っています。 あともう一つ押さえておきたいのはデニムはですねこの濃淡によって全然イメージが変わってくるんですが 僕が今履いてるものというのは結構ですね、色落ちとしてはそこまで強くなくて、まあ、膝周辺ですね、このあたりに色が落ちてるぐらいのもので、まあ今グレー履いてますが、このブルーバージョンみたいなものもすごくいいかなと思ってます。そして今年結構旬なのが、ほとんど色落ちしてないようなリジットデニムだとか、ワンウォッシュだとか、そういった綺麗なデニムも今年は旬になっているので、そのあたりはですね、好みに応じて選んでいただければなというふうに思っています。あとデニムの丈って結構重要です。 だなと思ってまして、まあ、個人的にはですねこの裾にダボダボっとためるのがあんまり好きじゃないんですねどうしても野暮ったく見えてしまうので僕はですねノークッションから、まあ、ハーフクッションになるようにしてるんですけども、まあ、靴を履いた時に靴に裾が少し乗っかってたわみが若干できるぐらい これぐらいがですね、理想的かなと思っています。まあ、正面から見るとハーフクッションの感じが見えるかなと思うんですが、これよりもう少し長くして、あえてですね、一回折り返すみたいなやり方もあるんですね。まあ、ちょっと… こんな感じになるんですけども、まあ、このような形でくるぶしを見せてあげるのもいいかなと思っています。まあ、最近はですね、ロールアップをがっつりするというのはそこまでトレンドではないので、もしですね、くるぶし見せたい場合は、1回、だいたい2センチ前後ぐらいの太さで折ってあげるというのがバランスがいいかなというふうに思っています。 そして今回ですね、靴はデニムに対して白系のレザースニーカーですね。まあ、ジャーマントレーナーを合わせています。まあ、デニム自体が結構カジュアルなので、足元はですね、今回は綺麗な要素を出したかったのと、まあ、先ほどお伝えしたように、この白 T を少し覗かせているので、そことリンクさせてあげるような形でコーディネートをしています。 まあこれはですね、結構大人の男性であれば、鉄板で合わせがしやすいかなと思ってますので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。で、色合いなんですが、ニットは今僕はダークグレーを着ていますが、ネイビーでもいいですし、あとはブラック系でもいいかなと思います。ジーンズをブルー系にした場合は、ニットはネイビーにしてですね、色の濃淡を楽しんでもらうというのもいいかなと思うので、 僕の場合は今ですね、グレーデニムにグレーニットということでグラデーションを出しているわけなんですが、ニットをネイビーにしてデニムをブルーにするとですね、それまたグラデーション効果ですごくまとまりがいいので、そのような着こなしもぜひ試していただければなというふうに思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネートの解説なんですけども、上半身を見ていただきたいんですが、今度はですね、まあ、内側には白 T ですね。プリントが入っているものを僕は着ているんですけども、これは無地のものでも全く問題がないかなと思います。そしてその上にですね、今度はオープンカラーシャツですね。 これまたメンズのですね、夏服としては定番的なアイテムかなと思うんですが、こういったものを重ねています。そして前ボタンは開けて、ちょっとですね、白 T シャツの見える分量を増やしてあげると明るい雰囲気が漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、このオープンカラーシャツなんですけども、カラー展開本当にたくさんありまして、ネイビーですとか、ブラックですとか、こういったものがまあベーシックで使いやすいかなと思うんですが、特にですね、夏場は少し綺麗めな色を入れてあげるのもバラ バランスがいいかなと思っているので僕が今着ているのはですね結構ダークグリーンのような色合いですね。 このような綺麗な色を取り入れてあげるのもいいかなと思いますし、他にはベージュですとかライトグレーでもいいかなと思うので、まあ、ネイビーブラックというところにちょっと飽きている方はですね、少し変化球をつけたオープンカラーシャツを合わせていただくとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、中でもですね、結構ダークグリーン系というのは綺麗な色合いでもあるので、すごくですね、大人の男性にも似合いやすいので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。 そして下はデニムなんですけども、足元はですね、今回は 手羽のサンダルを合わせてみました。まあ、このような形でデニムがカジュアルで足元もカジュアルという形も、ま、決して NG というわけではなくて上にですね、このようなオープンカラーシャツのような襟付きのシャツを着ているのである程度綺麗な状態は上半身保てているのでその代わり足元はですね、ちょっとこう季節感のある手羽のサンダルみたいなものを合わせてもらうのもバランスがいいかなと思うのでぜひ試していただければなと思っています。まあ、もちろん手羽のサンダルだけではなくて まあ正直ね何でもいろんなスニーカーがあるんですけどもこちらの白のレザースニーカージャーマントレーナーも合うしあとはまあ動画の中で先日ねご紹介したリビエラのスリッポンなんかも合いますしあとはエアリフトとかも合いますしさまざ、あ、まな靴が合うかなと思うのでその時々でですね足元を変えながら是非着こなしを楽しんでいただければなというふうに思ってます。 はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、めちゃくちゃシンプルで、まあ簡単に合わせやすいスタイルをご提案したいなと思ってます。まあ題してですね、吉田栄作スタイルですね。 まあ僕ら世代だと吉田栄作さんといえば白 T にデニムというイメージがあったかなと思うんですがそのスタイルをですね2021年に転換するとまあこんな形で提案ができるかなというふうに思っています、まあ、白 T とデニムというのはやっぱり相性はいいんですけども失敗するとめちゃくちゃ古臭く見えてしまうのでまあ,ある程度工夫が必要かなと思ってるんですけどもま,あまずはですね T シャツのサイズ感がまあものすごく重要になってくるかなと思っていましてまあ白 T が がかなりタイトだとですねどうしても古い感じがしてしまうので少しゆったりめを選んでもらった方がバランスがいいかなと思ってます、まあ、僕が今着てるのはもう皆さんもおなじみのユニクロ U のエアリズム T シャツですね ホワイトでサイズはですね、普段僕は1 6 4センチ5 3 k g なので S サイズが適正なんですが、これはあえてワンサイズ上げて M を選んでいます。まあもともとゆったりのシルエットなんですけども、まあ、裾が長かったりだとか、身幅がゆったりしてるんですが、まあ、ワンサイズ上げることでもう少しですね、ゆったりめのビッグシルエットの感じが出せるかなと思っています。まあ大人の男性だったら、まあビッグシルエットというものは適度に取り入れるぐらいがいいかなと思っていますので、まあ上はちょっとゆ を出して下はですね、細身という形で、まあ、デニムのシルエット自体は細身にしていただくとバランスがいいかなと思ってまして、まあ、いわゆる Y シルエットというやつですね、上がこのように太くて、下が細くなるというようなスタイル、このような形であれば、まだバランスが取りやすいかなと思っています。 僕は今グレー系のデニムを履いているので、よりですね、吉田栄作感はですね、薄れるかなと思うんですが、まあ、ブルージーンズであっても、色がですね、結構落ちてるものだと、吉田栄作感がだいぶ出てくるんですけども、濃くなればなるほど、ちょっとですね、大人っぽく見えるかなと思います。あえてリジットっぽいものを合わせてもらうのもいいかなと思いますし、 あとは今グレーですけどもこれぐらいの色落ちのものでもいいかなと思うのでちょっと変化を持たせながらバランスをとってもらうとすごくいいかなと思っています。で、足元なんですけども今回はですね白レザースニーカーとかでも合うんですが先ほどもご紹介したリビエラを履いています。 まあこちらのようにですね、ちょっとリゾート感のあるものを軽くですね、履いてもらうのもバランスがいいかなというふうに思っています。今、かかとを潰してますが、こんな感じでザクッと履いてもらってもすごくバランスがいいかなと思うんですね。あともう一つ重要なのは、まあ、このような白 T シャツって1枚だと超シンプルになるので、ちょっとしたアクセント要素が必要かなと思っています。 その点ですね、露出する腕には、こういった、まあ、時計ですとか、あとはバングルですとか、あと僕はですね、結構、夏場はサングラスをかけることが多いんですね。これをかけるとですね、めっちゃ怖い感じになるんですけども、まあ、一つのアクセントとして使ってもらったり、まあ、実際夏はですね、眩しかったやつるので、こういったサングラスを用いるのもいいかなと思いますし、あとはですね、シンプルな細身のネックレスだとか、そう、他にはクロシェットと呼ばれるものがちょっとトレンドになっていまして、 ヒーリングがついているような革のですね、小物があるんですね。もうネックレス感覚で使えるものなんですけども、ぜひこちらの画像を参考にしてください。こういったものを用いることで、着こなしにアクセントを使っていただければ、往年のですね、吉田栄作スタイルが現代的にですね、使えるかなと思うので、ぜひですね、白 T シャツ、簡単ではないんですけども、何か着こなしにですね、アクセントを取り入れながら、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなというふうに思っています。 はい、ということで今回の動画では夏のですね、デニムコーデを皆さんに3つご紹介させていただきました。まあ、デニムというところは固定しながらも結構ですね、大きく見栄えを変えることができるかなというふうに思っています。まあ、方向性としては夏のトップスいろんなバリエーションがありますが、半袖ニットを着てみるというのもいいと思いますし、あとはオープンカラーシャツですね。まあ、先ほどのダークグリーンみたいなものもいいですし、意外と今僕が着てるようなオリーブ系の半袖シャツ シャツでもいいいかなと思います先ほどは襟がスッキリめのオープンカラーなんですが今のようなレギュラーカラーのですねこういった半袖シャツでもいいかなと思いますあと3つ目はシンプルに白の T シャツですねまあこれはブラックですとかダークグレーに変えてもいいかなと思うんですがボトムス自体を細身にして T シャツのサイズ感を少しゆったりにすることで、まあ、現代的な吉田栄作スタイルを作ろうというですね、ご提案をさせていただきました。このような3つのバリエーションを知っておくだけでもですね、夏の着こなしのバリエーションは増えるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では、中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山春のメンバーシップチャンネル。